やー、いらっしゃいませー、シルクロードです。今日は冬なのにね、半袖で入れる、陽気でとても気持ちいいです。さて、ここで僕とお話ね、もしする機会があるかもしれません、皆様と、僕シルク、流行語が大嫌いです。それな、今でしょ、おもって思ったです。あーめ、大学生なんですけども、大学生とそうね、そうねちゃう。まあこのようなね、皆さんも知っている流行語、または大学生言葉なんていう人もいます。僕は大学生ですけど、この大学生言葉大嫌いです。早くも俺は流行りに乗ってやったぞ的な感じが出ていて、僕は生きるのが大嫌いなので、これも生きりと称している。そのため大嫌いです。じゃあシルクはどんな言葉を使うのかということです。一つ目は、よく皆様がうわクソうぜ、クソ難しい、こう言いますね。僕はクソとも言う時もありますけど、大半はうんちと言います。うんち、うんち、と言います。うんち難しい、うんち疲れた、うんち腹減ったなどです。二つ目、わかるわ、それな、あーねなどを、変換して使うことができます。僕はゾンズと言います。ゾンズと言います。ゾンズとは、存じているを省略した形、ゾンズです。会話の中でどう使うか、デモ VTR をご覧ください。明日テストだってだるくね、ゾンズ。あ、こいつ存じてるんだ、そんな空気が流れます。皆さんはこう言います。怖いではなく、うわビビッターと言います。ビビッターももちろんシルクは使いますけども、最近はビビッターとは言いません。ピヨメイタと言います。ピヨメイタと言います。ピヨメイタがどこから来たかというと、よくひよってる、てめえはチキンかなど、なぜか鳥を表します。そこで鳥の鳴き声、ひよこの鳴き声といったらピヨ。そしてなぜかピヨルだとひよるに近いので、ピヨメイタにしてやりました。またこのピヨメイタの前に、うわ怖いわとは言いません。こういう場合はピヨメイタと一緒に連続のコンボとして使う場合の言葉があります。それがおどろおどろしいです。おどろおどろしいです。おどろおどろしいとは、気味が悪い、いかにも怖いなどの意味があります。ではこのおどろおどろしい、どんな時に使うかということをデモ VTR にてご覧ください。おどろおどろしい冗談だよ、ビーター。ピヨメイター、こんな感じで使ってみてはいかがでしょうか。僕はおもてなし、おもてなしはあまり好きではありません。というより流れに乗った感じで、うーんって感じなので、あまり使ったりはしません。その代わり、この方式はよく使わせていただいております。どんな感じかって、明日アルバイトだから行ける気がしないからやめとくわ、明日アルバイトの気がするからやめとくわってな感じで、字数なんか関係ありません。何でもかんでも入れて最後はこれで謝ればなんかなる気がします。あと頻繁に使うのは、女の子のことをおの子なんて言ったりもします。でもよく友達からその言い方やめろ、気持ち悪いと言われるので、煙たがれる気がするので、まあ皆さんにはおすすめはしません。この動画をなぜアップしようと思ったかというと、友達にお前どんな言葉普段使ってるの、あげてみたらどうかななんてことを言われたので、あげさせていただきました。ぜひとも使える場面があったら皆さんどんどん使ってください。使ってください。ではいつもの挨拶でお別れにしましょう。せーの、アデュー。アデューっていうのは、ちなみにさようならの意味。